Hello everyone, konnichiwa, ogenki desu ka, welcome to Sharma's Wonderland. So today we are gonna see how Japanese people think about India. Let's go, sasuku ikimashou. インドに対してなんかどんな印象を持ってますか？インドと名前が聞いたらなんか何が出てきますか？カレーが美味しい。やっぱりカレー。あ、カレーですね。カレー。もうカレーしか何？カレー。あー。カレーとダンスと計算、算数。そうですね、まあ、最近やっぱり人口がめちゃめちゃ増えてきてる、はい、とのと、やっぱりあのカレーですよね。何よりも。なるほど。うんうん。インドに対してのどんな印象？広いですね。インドと名前が聞いたらカレー。やっぱりカレーですね。はい。やっぱインドカレーって日本にいっぱいある、うん、実際ネパールだけどインドカレーみたいなノリで そうあったりしてみたいなと。じゃあ よく知ってますね。よく食べにあの行ってますか？インドカレー結構行きます。あ、そうなんですね。でインドカレーの中の 何味がどのカレーが好きですか？あ、ひよこ豆。ひよこ豆ダルカレー。おー、あー、これなんだろう、あれインドカレーなのかわかんない。バターチキン好きだな。多分違うのかも。インドカレー、タンドリーチキンとか。ああ、あります、あります。ありますね。好きですよ。なるほど。で、食べに行ってますけど、なんかそれが日本人からするとネパールのカレーなのか、あれとかはわかんない。なるほど。はい、なんか仕事でちょっとインド料理屋に行くことが多くて、美味しそうだし、はい、人がすごい優しい。あ、人が働いてる。自分がなんか好きなカレーってありますか？でもキーマカレ ー。あのバターチキンカレーが。あー、美味しい、美味しい。バターチキン行ったことないけど行ってみたい。インド行ったことないということですか？あ、行ったことないです。なんか自分が知ってるなんかインドのなんか町の名前とかご存知ですか？ニューデリー。おー、ニューデリー、さすが。そうですね、あのニューデリーは首都です。あ、首都、はい、だから。あ、そうなんだ。逆に何があるかとか、なんかどこがおすすめですか？おすすめとしてそれは、まあ、ニューデリーとかジャイプールとかラジスタンの方、北の方なんですけれども、北の方、あのジャイプールという町、あとはあのガンジャス川、ワラナシ。あ、ガンジャス川、そう、聞いたことあります。あれ、一番一番大事な子は。ありがとうございます。なんかジャイプールは結構なんか女子が好きそうな、なんかバザールとか、なんかそういうのがいっぱいあって、あ、買い物とかしたくなっちゃうような、おしゃれな服とか、服とか、あとなんかブロックプリン。もしあの行きたいとしたらどこ行きたいんですか？なんかあの屋台屋台料理みたいな。なるほど。 YouTube で俺見たことあるんですけど、それはまあちょっと食ってみたいなぐらい。なるほど。でニューデリーの中でもあのなんか暑いイメージがあるとか寒いイメージがあるとか、そういうこともありますか？暑いイメージ。暑いな。じゃあインドで町の名前。ああ、あれ、町の名前まで俺知らない。あれ、ムンバイってインドだっけ、でしたっけ？ですよね、ムンバイ。ムンバイ、ムンバイ、あ、そうだ、ムンバイ。ちなみにインドの首都は何ですか？なんだっけ、まあ、めっちゃ忘れたな。歴史、世界史とかでやったんだけど全部忘れちゃった。インドの首都、最初の文字始まります。 N あー、 N なんだ、だってちょっと待ってください。タジマハルは。タジマハルも。N。いや、わかんない。カタカナの。じゃあ、あの。カタカナだと。あ、確かに。じゃあ、ニュー。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 ニューデリー。あ、ニューデリー。ああ、正解です。ニューデリーだ。ニューデリーだ。あとはインド人が何語を喋ってますか、ご存知ですか？あれ結構英語がなんか喋るって聞くんですけど、ヒンドゥー語とか。あ、そうですね、美味しい、美味しい。まあ母国語はあのヒンディー語と言います。ヒンドゥーは
ブラジル語？違います。ポルトガル語ね。ポルトガル語？違う、ブラジルは。あ、そっか、スペイン語じゃない。スペイン語じゃないです。なんだろう。違います。違うんだ。ヒンディ？ヒンディ語です。ヒンディ語。正しい、正解。正解、ヒンディ語ですね。そうなのがあるんだ。ヒンディ語でなんか自分が知ってる言葉ってありますか？いやー、さすがにないですね。ないです。ヒンディ語。なんか挨拶する時もなんか。ナマステ。あー、そうですね。正解。ナマステ。ナマステです。で、タージメヘルってどこにありますか？あ、サウジアラビア。サウジアラビア。違う。そう、違う。やべ、やべ、違う。あれ、タージマハルって違うか。やべ、やべ、やべ。ちげ、ちげ。現地とか日本、インド人が挨拶するときどういう言葉を使ってますか？それも知らないんですか？挨拶するとき、じゃあ、生…あ、ナマステ。ナマステ。ナマステ。そうです、おっしゃるです。はいはいはい。どこにありますか？タージマハル。はいはいはい。タージマハルは、タージマハルはインド？インドですか？違う。なんかヒンディ語の言葉ってありますか？ジャンボ？違う、違う。ジャンボ。ナマステ？ナマステ？ナマステ？ナマステか。ああ、そうそう、ナマステ。ちなみにインドのダンスってどんなイメージですか？ダンス？インドのダンスってこういう、自分的になんかこういうイメージがあるんだな。ダンス？踊り。そう、踊り。もう自由に踊るみたいな。決まってない、自由に。ヒンディ語ってなんか言葉って知ってますか？いやー、そこまで知らないな。なんかわかる？ヒンディ語。わかんない。わかんないな。なんか、ヒンド人がどういう風に挨拶されますか？うわー、わかんない。じゃあ、アラブカタブラみたいなの、それ全く違うか。違うね。なんて、いや、わかんないな。マサラチャイ。マサラチャイ。マサラチャイ。マサラヒンディじゃん。マサラヒンディです。うん。チャイもヒンディだよ。うん。ちょっとヒントをあげますね。ナマステーだ。あ、そうだそうだ。すごい。ナマステと言いますか。それはわかる。ありがとうございます。まあ、ちなみにインド人に対してどんなイメージがありますか？まあ、兄弟多い。おめっちゃなんか海外とか行った時にインド人の人と喋ったんですけど、めちゃくちゃ兄弟いるし、家族めちゃくちゃいるよみたいな。あ親戚。なるほど。ハッピーなイメージ。あー、確かに。ありがとうございます。そうですね。インド人に対してなんかネガティブイメージとかはないです。あー、それはないな。ないかも。あんまないかな。まあそのインドの人友達とかがいないんで、まあやっぱなんかよく丸くもファミリーの絆が強いみたいな、なんかそういっぱいその友達もいるから。でもまあそれはいいところもあると思う。なんかあんまないですよ、悪いところ。